皆さんこんにちは。ようこそサンシャインオブザナイトへ。今日ご紹介するのはモデルナンバー 242C インスタントライトシステムを使用したコールマンのランタンです。これまでご紹介させていただいたクイックライトですとか 168K などは2マントルランタンでした。しかしこの242シリーズは1マントル、マントルが1つしかついていません。中にマントルが1つしかついていません。シングルマントルランタンです。コールマン初のシングルマントルランタンで、ジュニアという愛称で呼ばれていたそうです。まあそれの発展型、242、242A、242B、242C という、242シリーズの中でも最終型になります。インスタントライトシステムを採用した242シリーズの最終型 242C になります。まあこれまで紹介してきましたクイックライト系のランタンと最も違う点はやはりマントルが一つ、それとインスタントライトシステムを採用しているというところが一番大きな違いだと思います。このインスタントライトシステムというのはクイックライトシステムに比べ、点火がプレヒートなしで行えるというのが最大の特徴です。このタンク内にエアーシステムというものが入っています。点火時にタンク内のエアーとガソリンを同時にジェネレーター内に送り込んで、スムーズなプレヒートなしでもスムーズな点火が行えるようにしたのがインスタントライトシステムです。そしてこの242シリーズの後に出たのがあの有名な赤ランタンと言われる 200A シリーズですよね。通称赤ランタンと言われる、あれもインスタントライトシステムです。ですからこの 242C はあの有名な 200A シリーズの前の型になります。まあこの 242C に関しましてはこのデザインですよね。すごく私は気に入ってます。当時 242C はこのタンクがメッキじゃなかったということですごく人気がなかったそうです。しかし個人的にはこのタンクの色とこのベンチュレーターの色ですよね、すごく同じ緑色に塗装されていて、なんかすごくデザイン的にも優れてるんじゃないのかなと思うんですよね。逆にこれがクロムメッキなどされてたら逆にちょっともしかすると私はこの242シリーズを手に入れてなかったかもしれません。このベンチレーターの傘の部分ちょっと本体に比べて広がった感じ、そしてグローブも丸みを帯びたグローブでどことなく、まあ、西部開拓時代の貴婦人を思わせるような全体的に丸みを帯びたデザインですごく
気に入ってます。そしてまあシングルマントルランタンということもありますので、タンクよりも小さくて、ガスキャップの方も非常に径が小さくなっています。非常に径が小さくなっています。中にはゴムのパッキンが使用されています。これも3ピースになっています。ビスで中のゴムパッキンを留めるという構造になっています。そして外側には小さな穴が開けられて、中のガスを抜きやすいように抜きやすいような構造になっています。この242C に関しましては、インスタントライトシステムですので、基本的には、プレヒートは必要ありませんが、まあ、スムーズな点火をするためにはある程度のプレヒートをした方がスムーズに点火できると思います。それでは点火のために燃料を入れていきたいと思います。普段このランタンを点火するときには、ここに穴が開いてるんですけど、ここの穴からこのライターを中に刺してやって点火してるんですけども、今日はちょっと分かりやすいようにこういったものを外して点火していきたいと思います。グローブも外してみます。まずポンピングします。このノブを反時計方向に回して緩めてやります。そしてこの穴を親指で塞ぎながら、まず10回ほど私はポンピングします。バルブを開ける前にクリーニングチップニードルを開けてやります。そして通常インスタントライトシステムはプレヒートを行う必要がありませんけど、よりスムーズに点火をさせるためにジェネレーターを少し温めてやります。まあおそらくこれぐらいでいいでしょう。そしてバルブを4分の1回転開けてやります。そうするとスムーズに点火ができます。炎が安定してると思ったらバルブを全開に開けてやります。はい、この状態でバルブを全開になった状態でポンピングをさらにポンピングをしてさらに中の圧力を上げて、そうするとどん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 燃焼が激しくなります。はい、燃焼が安定したらクリーニングチップハンドルを 2,3 回回してやります。これでジェネレーターのガスチップのクリーニングは完了します。で、グローブなどを元に戻して、点火完了です。
まあ、2マントルほどは明るくはありませんが、まあ、シングルマントルでも十分な明るさを得ることができます。はい、いかがでしたでしょうか。モデルナンバー2424、そろそろお別れです。